西本のやつ、引退試合までに強くなってくるっつって、自主トレしに山ごもり行ったけど、あいつこの1ヶ月、どんだけ強くなってきたんだよ。楽しみだなぁ。あいつも引退か。お久しぶりです、課長。西本だよな。走ってきた。ちょっと待って、西本。お前、山にこもってたんだよな。さあ、敬老の部屋で、今日は来ました。お前、減量しに行くっつって、めちゃくちゃ増量してきたじゃねえか、お前。減量失敗しました。お前、ミドル級だぞ。72キロだぞ。今、何キロだ？90キロです。90キロ？失敗しました。お山にこもってたんだよな。そうです。で、失敗して90キロ。譲りました。明日だぞ？明日です。計量。どうすんだよ。どうしますか。とりあえず。まだ間に合う。え？まだ間に合う。いや、間に合わないって。西本。いや、無理だよ、お前。1日で20キロ落とすのはさ。お前、もう、誰か分かんなかったよ、パッと見。まだ間に合う。いや、間に合わないよ、まだ間に合うぞ。やめろ。西本、やめろって。無理だよ。きつい。きつ。お前、体力落ちてんじゃねえか、お前。たくさん溜まってきちぇ。お前、太って体力なくなってるって。そんなんできちいって言わなかったもん。減量失敗。減量失敗でお前、何をしてきたんだよ。ふざけんな。山にこもってさ、まず山にこもってる時点で、そんなに体重増えるとは思えないんだけどな。ワンツーですか？ワンツー？ワンツーじゃなくて、ワンツー。ワンツーしないよ。まずはお前、全然ミドル級の体型じゃないんだよ、お前。ブヨブヨじゃん。指示ください、指示。いや、指示ください。指示。いや、その、痩せろも違うんだよな。もう、無理だからな。指示ください、指示。指示じゃない、その、西本。早く。ワンツーですか？で、一つ、指示を出すと。早く痩せないといけないから！痩せねえ、もう無理だって、明日には。もう、西本、お前、明日の試合棄権しよう。何言ってんすか？いや、何言ってんすかじゃないよ、お前。無理だよ。そんな道あるわけないでしょ！そんな道！いや、それしかないんだよ。だってお前、90キロでお前明日ミドル級の試合出れるわけねえだろ？ちょっと待ってくださいよ、俺。なんで？なんでな？なんでなんじゃないでしょ。山にこもってさ、それはもうあれでしょ、ストレスでしょうよ。ストレス？ボクサーって弱い生き物なんですよ。いや、にしても負けてんすよ、俺。プレッシャーに押しつぶされて反動で食っちゃってんすよ。なんでお前一人で山行っちゃったんだよ。なんで会長は、なんでついてこないんすか、俺の山に。いや、お前一人で行くって言ったからさ。一人にさせんなよ、俺を。食っちゃってんじゃん。怖い、お前。この通り。もう自分に。本当に食っちゃってんじゃん、俺。甘いんだよ、自分に。甘いの知ってたら、なんでついてこない。引退試合だっつーの！なんで山行っちゃったんだよ、お前。俺の引退試合だっつーの！お前、引退試合前にこれ20キロ太るって、お前。
お前、それをお前。相当やばいって。今までもやってきたじゃん、減量はさ。だから、なんで、なんでここ最後の最後に増量しちゃうのよ。試合を、キャンセルするなんてことはありえないから。いやいや、危険だよ。だって無理だもん。出れないもん。ワンツー！早く無理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 。指示くれよ！無理無理、その、指示出したところでなのよ。もう痩せれないのよ。なんでや！いや、20キロ。痩せれないだろ、お前1日で。お前1ヶ月かけて20キロで、20キロ太ってさ。俺ボクシングにかけてんだよ！最後、ボクシングに、優秀の美を飾りてえだよ！なんだよ、20キロオーバーして引退ですって。そんなやついるか？いや、いないよ。いないだろ？いないんだよ。だったら、もう、だったらもう他の方法考えてくださいよ。じゃあ分かった。お前どうしても引退試合したいって言うんだったら、明日は棄権して、ちゃんと減量してからまた次の相手と戦った方がいいよ。ああ、なるほどね。そう。じゃあ棄権の、だからこの、だから、こうなってしまった理由聞かれるでしょ？だからそれを考えましょうっていうの、だから。いや、理由はお前普通に失敗したっていうことになっちゃうじゃん。そのまま言ったらいいじゃないか。それだとさ。え？それだったら笑いもなるだろ。いや、笑いもなるよ。だ、それダメだろ、それは。お前、ボクシングなんだからお前、キックすんじゃねえよ、お前。お前、ボクサーだろ、お前の、どこでキック覚えてる？急にお前なんだお前キック。キックの方も行くのかお前。その体型じゃ無理だろお前どうせ。キックも無理だよ。だから、それ正直に言ったらダメでしょ。だから、ちょっと考えましょう。ちょっと一回考えましょう、一回。なんでお前がそのテンションで言えるんだよ。え？だから、ちょっとどうしますマジで。いや、だから、山に、自主トレしに山にこもって、一ヶ月間トレーニングしてきました。うん、で、20キロ増えてしまいました。だよ。何の音なんですか、これ。要はもうマシンだよ、マシン。マシンが電源切れたんだよ、今。じゃそれやったらもう俺は笑い物になるでしょって。で俺だけの問題じゃなくて、ね。俺、ジムの今後も、ジムの、ね、評価にも伝わってくるんですよ、それは。いや、ジムの評価。つながるの評価、ジム、どんなジムしてんだって。会長マジかってなるでしょ。だから。ならないよ、お前。一人で太ってきたんだから。ために、まず、もう、俺考えますわ。だから、会長が、その、あんま股間書くんじゃないよ、お前、今。食事制限を、会長がね、そう、失敗しましたと。は？その、なんで俺のせいにすんだよ、お前。それか、会長が、なんか手を滑らして、ブロックを、選手の腕に落としてしまって、腕、折ってしまったってことにしましょう。お前、全部俺のせいにするじゃねえかよ。もうそれしかないっすよ。そんなことね、お前、普通にさ、え？それはミスですから。山にこもって、20キロ太りました。それだけだよ、それでいいじゃん、シンプルで。それだってかっこ悪いじゃん。お前自分のことしか考えてねえな。だからそれジムが、それジムがもう食らいますよ。いや、食らわないよ。ジム自体が。お前会長がお前。俺は一番ジムのこと考えてんすよ。嘘つけよ、お前。会長がさ、会長がお前、え？選手の腕の骨折った、そっちの方が問題あるよ、お前。俺ジムのこと一番考えてんすよ。考えてねえよ、お前、なんもさ。え？もうお前そのまま行け！明日会見だ、明日。それだからダメだっつうの。それ、だから、わかりました。だから会長が、食事を用意したけど、それに入れてたプロテインとかが、なんかこうカロリーがすごい増えてしまう、なんか間違えて薬を投与してしまったと。俺やばすぎるじゃねえか、じゃあさ。それで、その選手が太りすぎてしまい、20キロ太ってしまい、その、ね、計量を失敗してしまいましたと。そういうことにしましょう。ジム潰れるよ、そんなお前。いや、大丈夫。それは会長だけのミスなんで、それは。どうも、俺のミスじゃねえか、結局。お前会長、それ、会長育てる側だったら、それもう、被ってくださいよ。嫌だよ。お前一人太ったんだからよ。なんでだよ。いや、お前いいじゃねえか、もう、お前明日さ、会見でさ、自主トレで山こもって太りました。なんで
なんでついてこなかったんだ。俺、全部俺のせいじゃねえか。なんでついたから、俺弱い人間なんだよ。お前、それで逃げんな、お前。弱い人間だって。横になんでついてこなかったんだよ。ついてこないから俺食べちゃったじゃないか。ついていくわけねえだろ、山になんか、お前。お前、ジムでよかったじゃねえかよ。山ついてこいよ。山はついていかねえよ、お前。ジムでよかっただろ、この1ヶ月間。ジムはもう飽きたんだよ。なんだ飽きたって、お前。ジム、最後の試合はもう山こもりたいっていうビジョンあったんだよ、山。山だろ、普通。山で何してたんだ、じゃあ。山でもう何回も降りたわ。降りた？何回も降りたわ。山は降りて、もうスーパー行って、お菓子食いまくっちゃった。あんたがついてこないから。いや、もう会長として失格。なあ、ない。責任取ってください。お前もう首だ、な。首とかじゃない。いや、もう首だよ。首とかじゃなくて。明日棄権して、はい、記者会見して、まあとりあえず、ちょっと落ち着いてください、うん。その姿をさ、もうカメラに撮られてさ、いいよ、笑いもんだよ、お前。おもろいよ、そっちの方が。おもろいって何や？おもろいよ、お前。おもろさ、俺だが、俺は一生、選手生命に関わるだろ、おもろいって。いや、おもろいよ。いや、伝説だよ、伝説。軽量最後の試合の前。そんなんって伝説なりたくねえよ。軽量のさ、最後の最後の軽量の前に20キロ太って、みんなの前に現れた。そう、伝説だよ、おもろいよ、もう。そっちの方がいいよ。よくないって。だから、今後のジムの存続に関わるって。関わんねえよ、お前。どんな、ね？お前、会長のせいにした方が関わるんだからさ。どんな教育してんだと。どんな育て方してんだ、このジムはってなっちゃうから、そういう選手が育っちゃうんだって。ね？だから、今回は会長だけが火の粉を被って。なんで俺だけ被んなきゃいけねえんだよ。その食事で、すいません、失敗しましたと。私が、食べさせすぎたと。一回も食わせてねえんだよ、俺は。なんで嘘つかなきゃいけないんだよ。お前のために、20キロ太ってくるやつのためによ。俺ら何年の付き合いだよ。こっちが言いてよ。見捨てんのか？お前だよ、お前が俺を見捨てようとしてんだろ？え？ラストマッチなんだよ、こっちは。いや、俺だってその、見届けてやりたかったよ。まさか20キロ太ってくる。その気がねえだろ、あんたに今。お前の方だよ、その気がねえのはさ。その気が、おかしい、その気がないだろ。なんとかしようとしてくれよ。もう無理だって、だから、棄権しろっつってんだよ。はい、練習します。明日の記者会見。は？軽量の時に、そ、会見っぽくなるから、おそらく。記者もいる。なんでそうなったんですか？はい。じゃあ僕が答えるんで、その時、会長は、ちょっと、神妙な面持ちというか、こう辛そうな無言を貫いてください。ちょっと行きます。はい、用意スタート。なんで太ってしまったんですか？軽量パスできなかったんですか？すみません、今回そのトレーニングしてる時にですね、食事制限の方なんですけども、食事をまあこうセーブしなきゃいけないんですけど、間違って、そのトレーナーの、まあ、会長ですね、うちの会長が食事を間違って与えてしまったんですね。セーブしなきゃいけない。間違えて、セーブをしなきゃいけないのに食事を間違えてたくさん与えてしまったと。しかもその与える量が、その面倒を見てきたんだよ。その食事を与える量がですね、一日まあ4回、多い時でまあ5回。食事制限を、食事を与えてしまったと。制限しなきゃいけないのに。減量しなきゃいけないのに、間違えてたみたいで、増。自分でわかるだろ、それ間違ってるかどうかは。やってしまったという、次第でございます。その時の、会長さん、じゃあちょっと聞かせてください。聞いてくるから。その時に。はい、彼は、一人で山にこもると言って、1ヶ月間こもってましたが、戻ってきたら20キロ増量してました。それだけです。我々は関係ありません。やめやめやめ、関係やめ。一人でお菓子をバクバク食ったらしいです。山を降り。お前、手出すな、お前。お前もう首だ。明日の記者会見。するぞ。で、愛がねえのかよ！このジムには！やばいわ、とかじゃねえって。やばいよ、もう。どうすんのよ、引退試合。
できないって。うん。これ俺のボクシング人生こんなんで終わりかよ。いや、お前のボクシング人生はもう今屁こいて終わりだよ、もう今の屁が全てだよ、お前のボクシング人生。そんなことあるわけないだろ。聞いたことあるか。いや、ない。20年間やってきて、20年間やってきて、最後の最後、屁こいて終わりだ、お前。お前のボクシング人生は。20年間やってきて、あんたが、俺の心の支えをしなかったがために太って、20キロも太って屁こいて終わりってなんだよ。そんなボクサー。知らないよ、知らないよ。そんなボクサーいるかい？いないよ、だからおもろいから、もういいじゃん、それで。おもろく終わりたくねえんだよ。もうニュースなるから、もういい。語り継がれるって。引退試合の前日、前日20キロ太って山から降りてきて、最後平行いて引退。はい、うん。お疲れさん。いいんだな。いや、いいよ。もう俺一人明日会見行くからな。お、行けよ。うん。はい、引退、お疲れ様でした。20年間。お疲れさん。こんなクソジム。こんなクソジム。おーっと！おい！おすすめ動画もあるよ。